ただいまメガウェーブに来ています。トヨタの TS050、これは2016年のルマン車です。今日は6月のルマンの日ですが、今日走っている TS050 と、細部はかなり異なります。まずアンダートレイの下の、スクープがありません。このガーニーのフィレットがシングル、今はダブル、そしてこのような切れ込みが入っていますが、今年の車はありません。ライトも LED、合計9個ですが、こちらは3個と1個は照明灯、認識灯ですね。フロントのスクープにメッシュが貼ってありますが、これも今年はありません。ゼッケン5番のフロントカーボンむき出しですが、細く黒いラインが入った上にカーボンが貼っています。これもかなり違うところです。ウェックのシールの位置も違います。アンテナ自体は同じですが、ルーフのアンテナは全てなくなっています。リフトアップ防止のための穴は今年の車より若干小さいかなと思います。レイズのホイールも今年と若干形が変わっています。エアの抜きのスリットが1枚入っています。この裏側は黒ではなく白です。ここに天井部分に板が貼ってあります。今はバーが1本、カーボンのバーが貼っています。ここの抜き方も、三角形のフィレットがずっとつながっていますが、ここも途中で切れています。この辺のカウの分割も若干違うし、この多分ホイールタイヤを冷やすためのスクープの穴もあります。フロントの、リアの、ヒレのカラーリングも若干違い、 HY ハイブリッドのマークの赤はかなり濃い赤ですね。で塗り分けされている赤は結構シュールに近いので、フィニッシャーズカラーでいうとブライトレッドがヨシゴレレッド、ルミレッドを使ってもいいかもしれません。リアウィングの形状はほぼ同じです。後ろに回ると、テールランプが今年はこの位置にありましたが、2016年タイプは3連が2箇所、今はここはガズレーシングのデカールというかシールが貼られています。ここのスクープ穴の抜き方もかなり違いますし、牽引の、今立ってますね、これは下に倒れて牽引のフックが出るようになっています。ここの形状シールデカールではカーボンになっていますが、艶消しの黒ですね。これは全部塗った後に、多分、艶消しの黒を塗っているのかなと思います。リアウィングはカーボンむき出しですね。 DRS が使えるのでこのような、形状になっています。裏側は綾織のカーボン、メインウィングフラップは縦織りのカーボンです。排気管の周りも強化フリープレグのカーボンで、エグゾーストが若干出ています。サイドの形状は、若干違いますが、このところの綾織のカーボンがむき出しになっています。
今年の050はここが多分黒なので、カーボン柄で塗装するよりも黒く塗った方が、まあ、実車に近いかなという感じがします。ドライバーはデビッドソンとグエンとカズキですね。ルーフのミラーテープ、ミラー仕上げの、はこんな感じ、かなりミラークロームです。おそらく今年と同じだと思いますが、フロントはアイシンのハイブリッド用のリチウム電池ですね。リアタイヤをドライブするのは、電装、ちょうど電装がこう当然ついてますけど、これのリチウムイオン電池で駆動させます。ブレーキキャリパーのテンプチャーシールが貼ってあります。カーボンに見えませんが、多分これは今スチールに変えてあると思うんですが、実車はカーボンのブレーキディスクを使っています。